クワバラって言うんですよ。クワバラ、うん、クワバラ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 。多分昔はね、あのなんかあれが入っあったんじゃないかな、蚕とかもね。うん、あ、ここそうかもね、うん、多分いろいろ蚕を飼ったりしてた地域じゃないかなと思うんですけどね。なるほどね、うん、まだまだ誰も入ってきてない感じあ、もう始まってると。そうよ、始まっとうとよなんでいきなり始まるの。いや、だってさもう始まった、2人入ってきちゃったどこに、どこに、どうやって分かるの。ここでほら、なるほど、お勉強になりますこんにちは。こんにちは。今日はゲストが来てます。ゲストです。はい、じゃあ自己紹介、ね、しがまさんのご自宅のそばの桑原、うん、購買店購買部じゃないね、購買店でコーヒーをいただいてます。あのずっとご主人が作ってらっしゃる無農薬のお米をもう2年ぐらいですよね。そうですかね。いただいてるので受け取りに参りました。あの福岡で霊能者と霊気ヒーラーをやっております上池と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。霊能者さんなんですよね。いましたんですかいや知ってたけど、イメージ霊能者って何する人なんですか、うん、ねえ、私もよくわかんないんだけど、だってウィキペディアで引いてもね、霊能者って定義がないんですよね。え、なんか言ったもん勝ちみたいな感じ。私のイメージはさ、なんか義母や彩子さんみたいな、昔の義母愛子さんみたいな、愛子さんね、なんかそういうイメージで、なんかちょっと怪しい人みたいな全然怪しくないんですけど ね、髪の毛オレンジ色にしてねあ、ないんですよ。だけどそのね、やっぱ普通の人が持ってない感覚を使うっていうことを霊能者って言ってもいいみたい。どんな感覚があるんですか。私はその人 その意識を拾っていくのが一番得意なんですよ。だけ背後霊とかご先祖様とか神様がとか天使がとかね、全く分かんないんです。もうその人の意識の中です。潜在意識っていうやつね。それも割と表層に近いところの、自分ではよく分からないんだけど、うん、なんとなくこうモヤモヤしているとかね、うん、なんとなく感じてるんだけど言葉にならないとか、あるいは忘れてしまってる記憶とか、うん、そんな感じです。それを拾えるんですよ。だけあの思考って電気信号じゃないですか、うんうんうん、電気信号ですよ、脳の中でねでその電気信号が本人が、あ、例えばこうやってコーヒー飲みたいと思って、うん、こう取る前に、うん、あ、この人コーヒーを飲みたいって分かるんですよ。だけよく言うじゃないですか、本人がコーヒーを飲もうと思う前にもうどっかがそういうふうに思ってる。この意識の前、全意識、その全意識をね、拾うみたい。私すごい、あ、でもさ、ほら脳でこう今例えば手とか足とかがない人のこうロボットを作るのに、脳の信号を捉えてこう、うん、手を動かしたりとかってやるじゃないですか、うんうん、そうですね。それそんな感じ。それそれ。それをまあなんていうか、まあ、科学的じゃないとか、そのこう感覚的にやってらっしゃる。察知する。だけどテレパシーの一種じゃないですかね。みんなほらあの言葉で意思をこう疎通するけど、うんうん、その前に言葉を考える段階ってあるでしょ。うん、あります。あれが脳がカチャカチャ動くでしょ。はい、あれ電気信号でしょ。パソコンみたいにカチャ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 組み立てるね。うんうん、そこを多分拾ってるみたい。だから本人がお水が飲みたいなと思う前に、あ、この人お水飲みたいと思ってると思うから、さっと水出すわけですよ。で、どうして分かるのって言われるけど、モテるのよ、だから。そうなんだ。昔ね、昔はモテてたそうです、ね、今知りません。分かります。だってさ、自分がしてほしいなと思うことをさ、うんうん、パッと察知してさっとする。だって昔のさ、ピンクレディの歌やん。何それ。ほら、UFO？ そうそうそう、あ、思っただけでってね、うん、そうそうそう、あ、それそれ、うん、そうそう。まあ、 あの仕事じゃないとあんまりそういうの発揮しないけど、やっぱすごい集中力がいるけどね。でもどういうんだろう、ふっとこう来るんだよね。あ、この人こう思ってるとか、これしたいと思ってるとか、ふっと来るんですよ。画面だったり言葉だったりなのかな。だけどそれを実行してあげるだけ。すごいね、うん、自分が言おうとして言いたいことを言うじゃないですか、うんうん、そしたら相手の人がそれ今私が思ってたのよとかね、言われると、うん、あ、今のは私の意見じゃなかったんだとか思う。へー、まあ、人間ってそういう不思議な能力があるみたいよ。不思議じゃないね、みんなが忘
忘れてるだけね。確かにあるかも。私ね、なんか別の霊能者さんとなんかこう話っていうかね、なんかうちの姉となんかこう一緒にこう鍋かなんか食べてる時に、あの私なんか言ったんですよ、自分の意思に反して なんか そんなこと私思ってないのになんか言ったのよね、内容忘れたけど、でも結局なんかそれはそのこうご先祖様が言わせてるみたいなね、なんかこうそういうことをちらっと言われたんだけど、そんなそういうこ と, ううことただ私はご先祖様とか背後霊という言葉を使わないだけ。あ、その人の無意識から、まあ、意識できない意識が言葉とかいうことで出てきたんだなと私は解釈するからね。もうこの仕事に20年になるんですけど、例えばご先祖様がこう言ってますとか、背後霊からこんなこと言ってますとか言われたらね、その聞いた人も検証ができないでしょ、あ、そうかって、だけど自分の意識がそう言ってますって言ったら探せるじゃないですか。例えば記憶だったら昔こんなことがなかったですかって聞いて2人で探しに行けるので、私がその言いっぱなしにならなくていい。だけど結構あのご相談に乗るってね、きつい仕事なんですよ。そうでしょうね、人生かかってるからね。特になんかあの霊能者から言われたらただね、もうザーンってくるみたい、ズガーンと、もう逃げ場がないような、すごいね気を使うんですよ。そうやって仕事してるけどね、きついんですけれどもですよ、だけど相手とこんなことなかったですかって言ってこう検証できるから、だけ20年続けられたんだと。一方的に後ろの人がこう言ってますよ、神様からこんなお告げがありますよって言ったらもう私が伝えるだけになって、相手の方ってもう言われっぱなしになるでしょ、それだったら多分きつくてやってられなかったと。そうなんですいやだけど昔の人は結構あったんじゃないかなと思うよ。あの神社とかさ、その気がいい場所に立ってるでしょ、でどうやってその気を探したのって言ったら、みんな直感で探してるじゃないですか。多分そうだと思うね。知らないもんね、分かんないでしょ。でも多分なんかあるのよね、こう立って気持ちがいいところにちょっとこうお宮さんを建てようとかって、多分昔の人はね、そうそう考えたんでしょうからね。でそれをその拾える人たちが、一人二人の意見じゃそんなところにお宮建てないからね、いっぱいいらしたんだと思いますよ。声届いてます、大丈夫？本当だね。ちょっとなんか音楽が、ね、大きくなっちゃった。ちょっと、あ、言ってくる、私言ってくる、どうすいません、なんかこれさ、コメントがさ、見えないんだよね。なんか見える方向、横向きだとできるとあるんでしょうけどね、ごめんなさいね。いや、なんかね、ちょっと不思議な話でしょ。あの神池さんってね、そんなか、あのそういう方なんですよ。これ、縦にした方がいいのかしらね。今ひっくり返すそれあんまりいやだってね、コメントがさ、多分さ、あのどっかね、これね、今スマホでやってるからさ、コメントが見えないのよね。あ、そうよね、コメントに答えていくもんなんでしょ、時々ね、コメントで。コメントどこに入ってると、多分ここだと思う。あ、でもさっきコメント入ってたもんね。いい、大丈夫。じゃあもし声が聞こえなかったら、あの言ってください。すごいね、でかい声で喋りますすごい。いやだからね、なんかあのこう見えない世界って、あのこう何、信じるも信じないもさ、その人次第って、そうありません、ございますですよね。だって再現性がないけん、だから科学的に証明できにくいよね。あの科学って再現性があるものを科学っていうのが証明ができたりとかね、ないもん。だけどその日の自分の体調だったりとか、相手との相性とかで、その見える情報量が全然違うけん。だけん非科学的って言われたら、もう、はい、すいません、非科学的ですって言うしかない、ね。だって今、科学万能じゃないですか。だなんかこう怪しい人とか言われたりしますね。もう全然言われてきたよ。あ、そうなんだ。捕まるなとかね、壺売るんじゃないぞとかね、もう身内からも言われてたよ、ずっと。壺売ったんですか？壺じゃなくて、もう少しちっちゃいの売りますよね。だってね、まあ壺はさ、
あの精神何百万とか、うん、で心の拠り所よね、うん、で人間はやっぱりその五感を使った方が信頼できるから、うん、その壺にすごくパワーがあって自分を幸せにしてくれると思うんだったらもうどうぞなんですよ。だけど私はあの、まあ、みんな生命力で生きてると思うのでその生命力アップするものは最近本当たくさん出てきてるからね、うん、それ売ってますツボじゃないです何百回もしませんからでも信じたらいいのよツボ。だけど例えばこのカップにパワーがあると思って信じたらいいの？そうそうそう、うん、それで私はもうこれでこれがあれば大丈夫とかこれで元気になると思ったら、うん、やっぱりその人間の意識の力ってすごいから、うん、自分で働かせる。そうなんだ。いやだってさほら例えば宝石ってあるじゃないですかね、うん、だってあれ宝石もでもさなんかあの宝石ってやっぱりそのこういろいろあってなんかやっぱ悪いもの吸ってる石とかもあるとかいうんでしょ、うん、だけど私は時々あのパワーストーンのブレスレットを頼まれて作ったんだけど、うん、石屋さんに買いに行くでしょっていっぱい石が置いてあるけんね、うん、一個一個石をこう手に乗せるとエネルギーが一個一個違うんですよ。本当一個一個違うの。っていうことはさ意識を拾ってるっていうかなんか、まあ、地球の土の中からできてきたものだから土っておかしいね、うんまあ、化学反応でできてるものだから、うん、やっぱ何かの電気信号は入ってるよねと。それを人間が脳で人間っぽくこう変換してこれは愛に効きますよとか、うん、元気になりますよとか言ってんじゃないのかなと思いますけど、うん、あすごい私そういうの全然そうだもんね。そういうのがなくても私大丈夫なのっていう人は全然 OK だと思う。でもねなんとなくねこう触ってこれいいかなって思うのあるんですよね。素晴らしいじゃないですか。なんかこうとかこれはもうやめようとかなんかそうそうそれそれ、うんね、分かんないよ全然分かんないけどなんかこっちには行かなくてこっち行った方がいいかなとかねそれその感覚ね、うん、なんかそう、まあ、それはでもね若い時は何にも分かんなくて、あ、全然分かんなくてな、だんだんほらそうやってそのそれこそ変な霊能者にいろいろ出会ってであの入ってる私入ってるそうそうそうあのいや一番最初に出会った時はあの、まあ、変なというかねそのあのバイト先であの出会ったんですよその霊能者さんに、うんうん、で自称霊能者って言うからね、うん、で怪しいおっさんやなと思ったわけ、うん、私ね、うん、だからやっぱ当てるから、うんうんうん、なんでわかるみたいなね。そうだねだっけ、うん、あ重松さんの意識の中にあったかもしれない。あそういうのがね例えば部屋私もお坊さんのとこ行ってえらい洋風のうちに住んでるねって言われてびっくりしたんだけどもしかしたら私がその自分の部屋を覚えてるじゃないですか。その意識を拾ったかもしれないし本当に私を通してその部屋を見に行ったかもしれないしそこはもう本当わからない。だけど相手をどれだけ信頼するかにかかるかな。けどさ、うん、すいませんね喋ったばっかであのそういう見えない世界とかさ、うん、奇跡があるって思った方が幸せじゃないですか。いや思います。なんかもう今ね見えない世界私ちゃんと信じてます。ありがとうございます。いや本当にだから怪しいと思わないよ霊能者って言われた。よかった怪しいって言われるのは本当だけあの、ね、お歌が歌うのが好きだから歌手になりますとか、うんうん、野球が上手だから選手になりましたってこと変わらないよね、うん、と思います。思います、うん、能力だもんね一種のね。あそう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 あの仕事ができるちょっと特化した能力っていうだけ ね,、うんうん、ねだけど、まあ、人によってね歌が歌える人絵が上手な人というのと一緒なんでしょうねきっとね。一緒なんですだけどみんながね悩みがなくなったらね、うん、消えるお仕事。ああまあ当面消えないねじゃねさ、私がさ重松さんを尊敬してるのはさ、うん、もうこうやって立候補される前からずっと知ってるけど言うことが全く変わってないっていうことよね。まあバカな一つ覚えてる。いやいやとんでもないです。だけあの立候補されてそういう自分の意見をどっかで発表したいってずっと言われてたもんね話を聞いてほしいってそのチャンスが巡ってきたっていうのがねもうすっごい嬉しいです。ありがとうございます。いや本当に嬉しい。うんあの私もずっと添加物とか気にしてたからね、うん、あのやっぱそういう人が知らない気づいてないことを、ね、せっかく健康に生まれてるのにね病気になったら悲しいじゃないですか、ね、そうだってね今ね知ってます DDT 振りかけたられた世代世代
DDT 分かるよね。分かる。でもね、今の新生児に DDT がね出てるんです。で今赤ちゃんね、新生児でなんとね200種類ぐらい、あのもう添加物が、あの化学物質がを含んだ状態で出てきてる。だからあのなんていうか、こう負の遺産をね渡してしまってるかっていうことですよね。それも知らず知らずのうちだからね。そう、なんかね、みんなさ、ほら良かれと思ってやってることが、うん、そうじゃないっていうのがねすごく悲しいんですよ、うんうん、思いますね。え、そう、悪いって分かっててやってるんだったらも仕方がないよねと思うけど、良かれと思ってご飯食べるもんね、うん、なんかその知らないっていうのが怖いのね。知らないでやってるね。だから子供にね、誰も毒食べさせるつもりは全然ないんだけど、だからいいと思って消毒し、いいと思って毎日シャンプーし、ね、そのシャンプーもいろいろあるんですよ。だからね、なんかもうそういうものをね、あの やった結果、そのいろんな毒物が全部その子供孫世代とかね、そういうところに、あの、ね、この、あの、ありがとうございます。ね、この子供の未来なんとかしたいって本当そう思うんですよ ね。だからもう7代先までだけど、私たちね、あのババ世代ももうそろそろさよならしますか。いや、さよならする前にさあの世の中を良くしてからくたばらんといかんと。そうね。でもほら、良くするためにも、え、これおかしいんじゃないと思ってる人がいないと聞いてくれないもんね。そう、そんな添加物言ったらさ、そんなこと言ってたら何も食べるものがなくなるとかさ、うん、言う言う言う、ね、じゃあどこで買ってくるんだよってすぐ言われるじゃないですか、うん、いやでもね、それでもね、言い続けた方がいいと思うんですよ、私。それは思います、うん、だってさ、あの言い続けて、そしたらね、誰か聞くんなったもんね言い続けたかなったもんね。そう、それでね、あの私が一番嬉しかったのは、その参政党で、あの参政党好きって食のこと知らずに、国守りとかで、あのこう自衛隊関係の人とかでこう入ってきた人が、食はこんなにひどいって知りませんでしたって言ってくれた人が結構いたんですよ。だから、まあ、吉林もね、あの言ってくれたけど、あの本当になんかこうそういうコメントを私にくださって、うもう ね、それがすごく嬉しい。嬉しいですよね、うん、なんかちょっとでもなんかそういう人が増えてきて、うん、私前買い物行ってたところがね、ちっちゃいお店で、そういうその体にいいものだけを扱ってるお店だったんですよ、うん、納豆でも何でも全てね、野菜から。潰れちゃったんですよ。なんだかって言ってね、そのお店の目の前にサニーがあって、あ、分かるわ。やっぱ手間がかかるものって高いでしょ、うん、でそんなにたくさん選べないから、お客さんの向こうに流れるのよって、うん、だけお客さんはついてるんだけど、うん、その作ってるね、うん、技術者って何て言ったらいいの、卸すところ、うんうん、無添加のこんにゃく作ったりとか、納豆作ってる人が消えていくの、うんうん、で売るものがないから、もう閉めますって言われたの。悲しいよね、すっごく。だからもうなんかね、やっぱ私たちは買い支えないといけないと思う、本当に本当に。だからいいものをあの 買って支えて、うん、そしてなんかもういらないものは買わないで支える、買わない、支払い拒否をする、なんかそういうことをやっぱしていかないと、あの変わらない。だから私ね、もうほとんどねスーパー行かないんです、本当。もうだってほら、うちお米もお野菜も全部夫が作るし、あのなんていうか、あの お肉とお魚は買うけど、まあ、夫が勝手にね、あの今もねさばいてたって、そう、今日もね、なんかもう今ね魚臭いんですよ、あのなあのなんていうのあのなんでかって言ったらね、うち夫が朝一でさ、あの小鯛をね買ってきたの。あれあの人さ、あのちっちゃい小鯛とか、あのこうイワシとか、あのアジか、あのアジだ、アジとかをね、あの買ってくるわけですよ。したらもう自動的にさ、南蛮漬けが出来上がると思ってるわけです。どう思います？あれ、ね、家は出てくると思ってるよね。そう、ね、今日アジのね、ちっちゃいやつがあったから安かったけん買ってきたって。そのね、だってね、小鯛もさ、あのちっちゃいのがさ、何十匹以上よね、15匹ぐらいかな、入っててさ、それで150円よ。安いでしょ。でしかも朝どれだからとっても新鮮で、あの内臓見たら分かるじゃないですか、こうね。それは嬉しいよ。でもね、一つね心配にはなった。
もうね、あのこう何漁師さん大丈夫かなと思って。そうなんですよ、そんな安くってね、そうだってもうね、今ね第一次産業ね、もうね衰退の一途よ。私たちね50年後さ、まあ、日本人もおらんくなるかもしれんけどさ、あの美味しいお魚さ、もう食べれないんじゃないかってすごく心配してます。で本当に ねお肉もさ、あのあれだけど、あのお魚 もう養殖しか食べれないとかさ、可能性はねもうあるよね。あるからね。だからやっぱりなんかもう体に良さそうなものとか、子孫孫孫にいいもの、取っておきたいものっていうのはね、うん、やっぱりこう少しでも買って刺されるって。ちょっとね、そんな何千も違うもんじゃないから。そしてね結構ねみんなね、あのこう なんて言ったの、こう意外とねいらんもんは買ってるの。そうだね、うん、いやそれねすごく思う。例えば変なスナック菓子とか、あの変な、なんて言ったらいいの、なんか変なもんね結構みんないろいろ買ってんのよ。だからそうよ、ね、レジの横に置いてあるちょっともう買ってって、気をそそるものはパッと入れて買ってくるよね。そうだからもう変なガムとかさ、変ななんかねお菓子みたいなのね、ちょっと100円とか200円とかさ、こうね安いと思ってポイッと入れるけど、あれが積もり積もったら意外とあのな結構な値段になるし、またそれもそして体に良けりゃいいけどさ、ね、体に悪い上に、ね、お金払ってそれを買ってるという、うん、まあ、そういう事実に気づけばね、意識よね、うん、意識だと。ただもう本当に自分はどう何を食べてどういう人生を送りたいかっていう意識がないと、うん、やっぱり安くて簡単に手に入るのにいっちゃうよね、うん、昨日もうたまたまコンビニに入ってね、お菓子を買って裏見たらね、もうねうわーって書いてあったんですよ。でもそれしかないけん買おうとしたら、隣にねちょっとそう、ね、5倍ぐらいする値段でクッキーが置いてあったんだけど、添加物がね3列ぐらいなんですよ、材料、うん、添加物で材料が3列、そこから値段が5倍してね、うんうん、味が全然違う。でただ私がそのいつもあのいつもその茂間さんが食べられてるみたいな無農薬で無肥料で、お米も無肥料の無農薬でしょ、そういうのを食べてるから舌がすごい敏感になってるからね、そのお菓子の差がすぐ分かるのよ。だけどもう、うん、安いやつもすぐ捨てたの買ったけどね。そしたら自分で自分を守れるようになるから、やっぱお金を出した甲斐はあるのよ。いやそう、うんと、まあ、ちなみにうちのお米無肥料じゃない。ごめん有機肥料有機肥料使ってるらしいから。無農薬でしょ。無農薬、無農薬がありがたい。そう、無農薬の有機肥料。今新米をいただいたので、もういろいろとね、そういうのあの農法もね、あの無肥料とあれは違うからね。違いますよね、うん、けどほら自分が作れないものをいただくんだから贅沢は言いません。本当に食べさせていただけるだけで、いやそう言っていただけるとありがたいです。ありがとうございます。だって苦労だもんね、うん、だからやっぱりね、なんかこうそういう選ぶ目をこう知識をね、あのこう身につけさせてあげたいって思うよね。特にもう子供にそうしたいのに。もうだから誰か私をあの教育長に、ね、あの指名してください。そうすればあのその地域 の, あの学校全部回ってあの食育をしていきたいです。本当にあの校長集めてね、あの業務命令出したい、食育しろって。えどうやったらなれるの。誰かが指名せんとダメよ。例えば福岡市長とかが誰か市長を知りませんか。首長がさ指名すると思う多分。うん、だからさ、うん、私たちがそういう添加物は食べたくないっていう声が上がれば脚光を浴びるよね、うん、そしたらみんなに空腹してくださいってなるよね。まあね、そうなればいいけどね、まあ、時間はかかるけどね、うん、でも黙って見ておくわけにはいかない。そうだからまあでも指名されんでもね、まあ、言えることは言おうと思ってて言ってる間とにかく頑張って、生きてる間はうるさいババアでいろと思って。でもそんなして意識変えていくしかないと思う。だけど私もあのお客様に体調が悪い人には食事を聞くし、で能力伸ばしたいっていう人には食事どうしてますかって聞くんですよ。やっぱね、食事に気をつけてない人はね能力伸びないです。聞いてるお母さん方、本当にだから本当にもうね、塾いらんって、塾行かせていいけど、ね、塾に行かせる前にやっぱり生活をきちんと整えるっていうのがね
すごく大事なんですよ。もうね、ほんとね、夏季講習にコンビニ弁当2つ持たしていくっていう話を聞いた時はさ、もう私はそっとしそうになった。もうそのお金あるんやったらもうね、なんかそのコンビニ弁当代と塾代を節約して、うん、他の方にお金を使ったらどうですかって思うでしょ、ね、もう本当に、ね、生活が乱れたりしたってね、食生活も乱れて、うん、そうだよね、ね、うん、食事にまで気を使う余裕がないっていうのもあるかもしれないけど、どっちが先かは分からないけど、そういうふうにこう自分の生活に細かく気を使ってる人がね、なんかどうしようもなくどん底ですっていうのはあったことはない。あ、ね、私もあったことないですね。だいたい不登校のお子さんとかでも、あのお宅行ったら結構もうあのスナック菓子が転がってたりとかね、そういうことが多いので、やっぱりなんかこう関係は絶対にあるんじゃないかなと思いますよね。丁寧に生きるっていうことをしつけてもらえると、うんうん、多分子供はそんな間違わない。素晴らしい。本当にさ、うちに来るお客様の例えば10人のうちの 9.9 人もね、うん、やっぱ親子関係が引っかかりがあるのか、子供の時のね、それはね、あるのよね。それはね、どこもあるよね、きっとね。だけど人間が人間を育てるから、うん、パーフェクトにはならないけれど、うん、やっぱこう忙しさにかまけてしまうとかなるとね、うん、子供にこう雑な言葉をかけたりするじゃないですか、うんうん、でその言葉の受け取り方がね、子供一人一人違うけんね、すごい思わぬ傷になって、うん、大人になってもそれが引っかかってうまくいきれないっていう人が結構いらっしゃるのよ、うん、あーそっかー、だけど ね、まあ、ね、食に気をつけるっていうことは生活に気をつけてるっていうことだから、やっぱり言葉をどうするかとか人間関係をどうするかっていうところにまで多分心が食われると思うんだよね、うん、やっぱ言葉も大事ですよね、食と言葉と。でもほら、砂糖を取りすぎると気が楽になるっていうじゃないですか、うん、そういうのもあるかもしれないね。あります、あります、食の乱れね、絶対あると思う。ということでですね、なんかいっぱい喋っちゃいました。なんか取り留めなくごめんなさいもう今日も皆さん遊びに来てくださってありがとうございます。これ消すかもしれません余計なことを言っちゃった。またね、失礼しました、ごめんなさいそうです、精神と体です、またね、じゃあ